介入が一番難しい。一番濃かったよ。南アフリカワールドカップ、まあスタートからベンチのメンバーに、これも分岐点の一つでしょ。地獄だったよ。一番きついかもしれない今まで。あの2005年にスコットランドのセルティックに移籍したと思うんですけど、これきっかけはレッチーナは、はい、セリアに残るが目標の、まあ、チームだったから、戦術的に8人9人で守って2人で速攻みたいな感じだったのね。だからハマる試合もあれば、はい、まあ、ずっとディフェンスしてるとこもあるし、まあ、3年やったら、そろそろ違うとこでっていうので、セリアの他のとこでもいいけど、違う景色も見てみたいっていうとこで、代理人とかにこういろいろね探してもらったりしてたんだけど、はい、やっぱね移籍金をねちょっと設定が高かったから、それにこんな太い葉巻を加えた会長が元取るぞみたいな感じでだからそうね、いや取ったでしょと思うんだけど散々ユニも売ったじゃんと思うんだけど、はいはい、そうしたらまあウクライナとかロシアとか、はい、まあそのうちのセルティックとか、はい、そういうそっち系が多かったね、はい、セルティックの存在をまず知らなかったの、また、はい、ユニフォーム色かさも分かんないけど、はい、でも毎年チャンピオンズリーグに出るぞっていうチームなのは、知ってたの。また今回もそんな選んでる場合じゃないです。その移籍金を払ってもらえて、まずこのチームを出れる出たいっていうかのが一番だったね、はい、このサッカーじゃなくて違うサッカーやりたいなと。まあ残ってもいいけど、そうそうそう、挑戦したいなってなって、そうそうそう、それでセルティックに決めて、スコットランドかって思って、あの僕らからするとセリエ A でやってた選手がスコットランドってどうなんだろうなって、やっぱりちょっと、なんでここを選択したんだろうなって思うところあったんですよ。でも2005年リーグ優勝、カップも優勝して、で2006年にチャンピオンズリーグ出て、マンチェスターユナイテッド相手にフリーキック決めるじゃないですか、なんかすげえなって思って、だからもうほぼ賭けだよね、セルティック、スコットランドリーグって。いやだからと思うけど、はい、まあ、出たかったんだよねどうしても。でもそれでステップアップして、またプレミアとかどっかに行きたいっていうのもあったよ。セルティックってどんなチームなんですか？スコットランドではまあレンジャーズと二強だね。それでリーグで優勝したからといって、あのチャンピオンズリーグすぐ出れない。予備予選があって、あのやっぱランクがあるんだよ、その国の。2回ぐらい勝つとチャンピオンズリーグに出れるっていうので、俺は最初の年移籍したら、そのまだ登録が間に合わないその試合で負けちゃったの。俺がいない間に、何のためにここ来たんだと思って、だけどもう割り切って、そうそうリーグ頑張って、で最初はねダイヤモンドのトップ下やって、俺自身のプレーはまあそこまで悪くなかったんだけど、まあちょっとバランス悪いかなって言って 4-4 になって、その時に右に行って、でだんだんハマってって、あとはもうそのままね。あの時のねメンバーもいいし、やっぱストラカンも良かったし、はいはいはい、その2002年の時のメンバーが集まったガシャッっていう時みたいな感じ。列でもあるじゃん、ワシントン来て、ね、そうですね、ポンテいて、ブワッてみんないい流れになる時あるじゃん。ああいうのがセルティックでは4年続いた。今セルティックで古橋活躍してるじゃないですか、セルティックだと日本人はそのプレーしやすいんですかね、スコットランドリーグとかって。日本人っていうわけではないんじゃない。でも分かんないけど、俺だからドイツとか大きい選手が多い中で、アジリティがある選手はよくやっぱ見えるだろうし、やっぱそれにちょっと近いかもね。ああそういうことなんですね。やっぱりスコットランドリーグってフィジカルメインなんですか？そうだな。そうだね。結構グラウンドもあんま良くないところが多いし、雨多いじゃない、だから必然とロングボールが多くなるね、でも今は見てたらやっぱつなぐとこ多くなってきたし、やっぱキーパーまで下げてっていうチーム増えてきてるから、俺の時とは今はやっぱ比較はできないから、あのフリーキック覚えてます？どれ？万有の時の。だって忘れたって言ったら、それは言おうかな、言おうかな。ダメですよ。そしたら再生回数少なくなるね。ダメですよ。え？いやあれで飯食ってるようなもんだからね今。決めてよかったと思って。お正月もキックの来るじゃないオファーが。よかったと思うよ。外国人相手のフリーキックって壁でかいっすよね。
でかいね。違いますよね。前出てくるしね、ちょこちょこね、うんうん、当時こういうのなかったから、はい、でもイタリアでそれはすごい揉まれたからずる賢さ。だから最初にまずボール後ろ下げるし、でアピールするし最初から。でもあんま言うこと聞いてくれないじゃん、はいはいはい、だからピッてなったらすぐ蹴るんだ。で当時はセリアの時戻っちゃうけど、セリアの時はホームのボールなの。だからメーカーも違うわけ。だすっごい蹴りづらいよ。だけどそれでももうなんとかもう年2ぐらいでは決めて、だからスコットランドとかまあチャンピオンズリーグはすごいちゃんとしてるし、うん、まあ楽よ。あれ俊さんボール蹴る時空気穴上にしてましたよね。その時してた？してたって。ああ今は違うけど。今はアディダス マークのあの角っこをこう蹴る方向にこう向けるっていうか、こうイメージ、うん、が一番落ち着くね。僕代表で一緒にやった時にそれを教えてもらって、それでいつも蹴るようにしてたんですけどそういや俺フリーキック蹴る機会ねえやと思っていやでも PK とかあるかもしんないよ。そうっすね、なんか活かしてあのチャンピオンズリーグの雰囲気って違います？違うね。いいよ。全く違います。うん、違う違う。あのセルティックパーが6万5000ぐらいかな、はい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 、入るし、はい、あもう絶対勝てると思うよ。ただアウェーは絶対勝てないと思う。やっぱ空港ついてもうなんだろう、アウェー始まるし。あそんな違うんですか。あのバス移動中にあのスクーターのお兄ちゃんたちがずっとなんかやってるし、ついてきて夜は寝かせないようにずっとブンブンブンやってるし、だからベンフィカとかよくやったのね、うんはい、でホームで 3-0 で勝ってもアウェーで 0-3 で負けんだよ。こんなことってなかなかないじゃん。ないですね。それで味方もさ、えホームであんな堂々とこんなすかしてたのにアウェイ行ったら縮こまってロングボールばっか逃げるボールやっていやいやちょうだいよって言ってんのに、やっぱもう怖いんだよね。プラス相手のやっぱ勢いがすごいし、やっぱホームのー、うん、全然そこは J リーグと比にならないね。アウェイの感じそれはやってみないと分かんないんだろうな。分かんないね。それはセリアでも、うん、スペインリーグでもそうだね。で2009年にエスパニョールに移籍。これはやっぱりリーガでやりたいっていう思いは子供の頃からの。そうね。だからイタリアに行くのと同じ、その当時からスペインでやってみたいっていうのがあったんで、うんまあ、行ったらやっぱレベル高かったね。リーガはレベル高いんですか。日本人はおすすめできないね。イニ君はすごいと思う。本当自分の位置を確立して、まあ、同じクラブにいて、うん、左サイド の、うん、あのポジションを確立してずっと取り続けたっていうのは、まあ、プレーもそうだけど、うんまあ、人間性っていうか、うん、みんなにやっぱ一目をね置かれる、そういう人間としての器も大きかったんだと思う。だから今久保君とか、うん、本当すごいと思う。で2部リーグ行って、うん、今ねガクとか、はい、岡ちゃんもそうだけど、はいはいはい、それもすごいと思う。そうなんですか。難しい。やっぱアジリティとか戦術理解だ、あとフィジカルも高い、ずる賢い、うん、あーハードワークが全部備わってる。俊さんが難しいってことは相当難しいんだろうな。難しいと思う、ね、日本人行ってほしいけどね、うんうん、その例えば結果が出なくてサブとか2部リーグとかやっててもサッカー人生においていろんな幸せあると思うけど、充実していいものを得ると。俺は半年しか入れなかったけど一番濃かったよ。得るもんあった。そこでやってたら上手くなります。なる、なるし自信もなくなるよ自信なくなるんですね。自信なくなると思う。もちろん犬くんみたいにね上手くいく、ある種久保君みたいに若くしていって揉まれながらってこういう成功があるけど、そう試合出れなくても2部やったとしても成功だと思うって思えるリーグっていうか国だと思う。はあ、得るものがめちゃくちゃある。で2010年南アフリカのワールドカップイヤーの2月にマリノスに復帰決めた理由は、あのやっぱワールドカップに出るためにやっぱプレー時間がやっぱ長くしなきゃいけないなっていうのと、うん、30歳29ぐらいだったし、そろそろ日本戻るかっていう感じだった。あその時まだ29なんですね。29、30ぐらいか。なるほど。そして人生サッカー選手としての集大成みたいな形で臨まれたんですかね、南アフリカワールドカップ。これ直前の親善試合の不調で、まあ、メンバー
大幅に、まあ、チーム自体の不調でメンバーが大幅に変更だと。で、まあ、スタートからベンチのメンバーに入ったと思うんですけど、この時はどんな気持ちでしたか？これも分岐点の一つでしょう。地獄だったよ。一番きついかもしれない。今までずっと10番つけてて、まあ、中心じゃないけど、うん、やっぱ入れてきてて、なんかね、足首の調子がなんか上がらなくて、それで韓国戦で負けちゃったじゃない、うん、宿舎に帰って、で次の日ぐらいに旅立つ前にミーティングがあったの、みんなこれから出るぞっていうネクタイ、飛行機乗る前に、はい、そしたら岡田さんがさ、俺はもう切り替えたからって言って、もうすごい晴れ晴れしてんの、はい、あ、俺それで、あ、もう外されたと思った。その時ですか？もう分かった、あの時ぐらいで。向こう行って、はい、速攻の練習やり始めたの。リハビリしてたんだけど、はい、周りで、あ、もうないわと思って、いくらこれ俺がリハビリで上がってもちょっとこう戦術戦略というかが違うし、うん、それに選手もなんかいち早く気づいて、うん、すごい向こうの合宿地行ったらギア入ってたよ、うん、だから俺ちょっとそのリハビリしてたから、あ、もう遅れちゃったなと思って、取り返せないわこれなと思ったよ。はー、それでも腹くくって、みんなが午前練だけの時に午後も自分で練習させても、ちゃんと岡田さんに行ってフィジカル上げたり してて、まあ自分なりにもがいてたけど、やっぱそのベンチメンバーになって、まあ、ただとはいえチームの士気をこうベンチからこう上げていた印象というか、2002年のワールドカップ、はい、落ちたのも、うん、そこかもしれないわけじゃん。これは、うん、神様試してるなっつって、はい、でも、うん、この人間性からしたらそこだったんじゃねえかと思って、うん、中2に戻ってね、あそこでアリジョクを潰すんじゃなくてもしかしたら味方を大声であそこから、うん、ね、励ますっていうか、うん、これは試されてるぞっていうので、うん、やったよ。でやっぱ夜な夜な吉勝さんが来てくれて、うん、どうみたいな、うん、自分もきつかったんだと思うね。でも俺やってるから俊介も言い方悪いけど演じてでもやろうって、うん、ベンチのメンバーでも盛り上げて、うん、スタメンで出てる人よりも練習でもっと明るくっていうか、でハードにワークして、うん、そしたら次絶対つながるからっていう話をわざわざしに来てくれて、もうやってたけどさらにやろうっていう、ワールドカップは出れなかったけどいろんなものをね学べるっていうか、うん、まあ地獄だったけど、その終わったサッカー人生終わった時にプレーしてる人よりも大きいものをつかめたんじゃないかなと思って、うん、まあ生きてますわなんかもう遺言みたいになっちゃったしゅんさんにとってこれワールドカップって、うん、なんか今の話聞いていくとこれいい思い出というよりは、いや、ないよ、修行の場みたいな感じになってるんですか？そうだね、ずっとそうじゃない？印象に残ったみたいなのはほとんど良くない、結果が出せなかったことの方があるよ。でもそれを次にうまく生かすと、うん、すごいこうバネになって、ね、バンっていう跳ねるから、うん、それをまた体験してるから、うん、だってこの2010の後、あ、来たじゃん、13年でさ、13年、はい、まさかまた MVP 取ると思わないじゃん。だから2010年の試合出れない時に試合終わって、うん、もうそっからだから、試合終わってみんなシャワー浴びたりしてるじゃん。俺さ、その会場でさ、悔しいけどさ走ってるわけよ、で試合出てないから、はい、走りたいと思うじゃん、はい、悔しいし、はい、ファンの人がさ、いやもう試合終わったぞとか言われるわけよ、はいはいはい、もうそんなの関係ないよ、はい、次の戦い始まってるから、走ってたらさ今度森本が来て、はい、岡ちゃん来てって始まるわけよ、だもうそういうメンタルを持った人たちが周りにいたのも助かったし、そっからもう始まってるからこうやって、うん、だから悔しいというか挫折っていうか、それはもうめちゃくちゃケータはもう分かってると思うけど、でもそれがね、あるのよ、もうちょっと違う次元で感じられてると思うんで、うん、であの2013年まあ MVP 取られるわけですけど、マリノスが自分の中で全てだから、うん、マイナスでね終わるまでやりたかったし、これ J2 の横浜市に行くことにこう抵抗みたいなのなかったですか？ J2 でもやりたい、やってみたいっていうのあったし、カズさん見てみたい、一緒にプレーしてイメージがこう共有しやすかった選手って言いますね。信じ信じ